です。この度の震災では、従来の災害に対する事前の備え、あるいは対策が全く意味をなしませんでした。これまでの災害対策の限界を痛感することになりました。したがって、東日本大震災の教訓の第一として、市民の生命をいかに守るかを、あらゆる政策の根底において防災対策を見直すことであるというふうに考えております。まあ、防災対策としては、やはり的確な避難支援や自主防災組織の確立を図るとともに、これはまあソフト対策、逃げるを基本とした整備を進めることが必要だというふうに思っております。それから、基本理念の第2としてましては、産業経済の再生です。やはり今、人口減少が、非常に大きな問題、課題になっております。なんとか産業、経済を再生してですね、定住人口を回復させるということが私の役割であるというふうに考えております。基本理念の3つ目としましては、絆と共同の共鳴社会づくりということで、やはり、これからの失われた地域コミュニティをいかに再生していくかということが、これからの町づくりにとって一番大事なことではないかというふうに考えております。まあ、この3つの基本理念に、踏まえて、しっかりとした復興事業を推進してまいりたいと考えております。以上です。はい、ありがとうございます。皆様からはですね、自己紹介と政治に対する理念を お話をいただきました。ここでですね、渡辺真理恵さんの本日のお名前がですね、間違っておりまして、ふんどしとお手持ちの資料の方ですね、後ほどふんどしの方は直させていただきます。度重なる不備、大変申し訳ございませんでした。それではですね、これからテーマに沿って、一問一答形式にで討論会の方を進めてまいりたいというふうに考えております。それでは最初のテーマでございますが、被災者支援政策についてでございます。震災から2年の時が経ちまして、被災された方々にとっては生活や住まいの再建、そして自立支援や心身のケア、課題はたくさんある現状でございます。今後の望まれるそういった被災者支援としての取り組まなければならない政策に対して具体的にお聞かせいただきたいというふうに思います。発言順はですね、藤田様、安倍様、青木様の順で、藤田様、安倍様、青木様、すいません、大変失礼しました。藤田様、安倍様、亀山様、青木様の順で、進めさせていただきたいと思います。持ち時間はですね、3分で、一度発言が終わりましたら2分以内で、2回補足を行っていただきます。それでは藤田様から。はい、で、3分お話しいただいたら2分間の補足をまた各それぞれの方にいただいて、でまた順番が回ってきましたらまた2分間ずついただきますのでご了承願います。はい、藤田様からお願いいたします。ですね、ボランティア活動をやってみてですね、分かったことがあります。それはうんちくと能書きは必要がないということですね。具体的なプランと結果を出すこと、これだけが重要だということですね。それを前提にしてお話します。先日 NHK のニュースウォッチ9がですね、非常に素晴らしい報道をしました。でこの報道によりますと、対象は改正住宅団地ですけども、1100世帯、それで2800人の人口があります。それで
NHK の報道によりますと、NHK のアンケート調査に対して回答した、改正住宅団地の世帯の 40% 以上がですね、今手持ちの現金が10万円を切っているという、非常に苦しいという叫び声を上げております。これは何を意味するか、市民の皆さん、実は石巻は復興だとか復旧だとかはもう語っている場合ではない。もしかすると、病死、餓死、衰弱死が発生する危険が高まってきているのではないかと、緊急事態宣言を出すべき時が来ているんじゃないか、それが現場にいる私の肌感覚であります。したがって私のプランはですね、一つは一刻も早く仮設住宅団地から被災者を 救出しなければいけない。そのために石巻トモロータウン、ここに大規模な住宅団地群を作って一気に救出すると。それからここはですね、もともと津波が来ておりませんので、だからすでにインフラ整備がされていて、もう何にも必要がない、あとは建てるだけの状態になっているこのトモロータウンの敷地を最大限フル活用して一気に住宅群を建設してしまう。でそこに、人口5000人から1万人前後の被災者を一気に 救出して、そこで生活を送ってもらうと。でここはですね、もともと企業用地のための敷地ですから、合わせて人口1万人ぐらいをもし、実現できれば、ここにですね、例えばヤフーに代表されるような IT 企業に来てもらう、それからスターバックスに来てもらう、介護施設に来てもらう、それからジーンズショップ、ホームセンター、一つの人口1万人に対して新しい街を作ることができる。私はそういうふうに考えました。それが一つ目。もう一つはズバリ私立病院の再建。これはズバリ渡野派、5月、それから小鹿、この医療崩壊区域の現状を見ればですね、 JR 石巻駅ではなくて絶対に北上川を越えて、渡野派もしくは津波が来なかった以内、この地域にですね、病院を建設し、ここを拠点病院として、少ない医者と少ない看護師、検査技師を、5月、それから小鹿の人たちと共有しながら、崩壊した医療、石巻の医療を救っていくと。ここにヘルパーさん、介護士の皆さん、カウンセラーの皆さんを組み込めば、少ない資源で石巻を再生できるんじゃないかというふうに私は考えております。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして、安倍様、よろしくお願いいたします。応急仮設住宅と民間の借り上げ住宅、一体住宅でありますが、12,300件、約今28,000ぐらいになったんですかね、3万人の方々が、自立を求めている状況であります。今お話しされてたようなことも重要でありますが、そこの部分のコミュニティと心身のケアが非常に大切であります。規制の市街地、土地区画整理事業で行うわけでありますが、上釜、下釜、港地区、完成目標32年度になっておりますが、これをできるだけ早く前倒しに処理をしたいと。加えて新市街地、これも区画整理事業でありますが、新ヘビタ、渡野派、完成、これも32年なんですが、これも前倒しで、完成させたいということでございます。また復興公営住宅、ヘビタ地区、釜大海の地区、中心地区、門脇地区、港地区、これ26年度から順序にこう入れるわけですが、それらも全て前倒しの設計をしたいということでございます。さらに市街地再開発事業、中央3丁目1番地区、立ち町1丁目5番地区、他あるわけですが、それらも早急に進めていくということでございます。加えて私の方の住んでいる半島部ですが、石巻の半島部11地、小鹿12、河北2地区、小松13、北上8地区、この防災集団移転促進事業、これは毎年というか、去年から計画を立てているわけですが、人が入居する人たちが、アンケート調査をするたびに減っております。これはなぜ減るかというと、行政としてしっかりと造成がこの時期に行われ、この時に入れるというのを見せる行政ではないからであります。しっかりと伐採事業が行われていると、住んでいる人たちは心のケアにもなるわけです。もう少しでできるな、
もう少しで入れるな。それが測量やってるんです、何やってるんですって言うけれども全然見えない。そこに大きな不安感が募っているところであります。それらを速やかに解決していく方策を行っていきたいというふうに思います。それでないと人口流出に歯止めがかからない状況であります。私の地区は9割以上の方が家を失っております。一日も早い復興支援を完成させたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。続きまして神山様お願いいたします。はい、被災者の支援政策としての最優先課題、まあ、前のお二人にも出ましたけど、やはり住宅の再建だと思っております。まあ、仮設住宅に今7000世帯、そしてみなし仮設で賃貸住宅にお住まいの方が、まあ、6000世帯が超えました、減りましたけども、約1万3000世帯の方々が、不自由な生活を強いられているということで、暮らしを早く取り戻すことが必要だというふうに考えております。現在47地区の住宅再建のための用地は全て確保いたしました。被災市街地復興土地区画整理事業として、海老田地区、渡野和地区、竹穂の北地区、双子南地区、これは全て合わせますと120ヘクタールです。この用地を今確保しておりますので、平成25年度内には宅地造成を着地します。防災集団移転促進事業を進めることによって、平成30年までの完成を目指しますが、なお平成26年度からですから来年度から宅地及び公営住宅を順次供給していくことができるというふうに考えております。また甚大な被害を受けた河北地区、小勝地区、北上地区、そして押鹿地区の計45地区についても事業計画の第一認定を全て終わりました。ですから防災集団移転促進事業を最優先課題として、高台等への住居の移転を促進するため、平成25年度内には全ての地区で移転団地の用地取得や造成工事が着手されます。平成27年度から宅地供給を開始していく予定にしております。それから復興公営住宅の年度別の整備目標ですが、平成25年の末には169戸、平成26年度で約1830戸、平成27年度末で約1300戸でありますが、とにかく建設を加速して一日でも前倒しして復興住宅の災害公営住宅の建設を進めてまいりたいと考えております。まあ、さらに今月からは民間借り上げの復興公営住宅の入居者の募集も始まりました。やっと今、募集が始まったということですので、ご理解いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後に、青木様よろしくお願いいたします。皆さんは同じようなこと、同じようにお話ししていると思うんですけれども、私もやっぱりそれしかないと思うんですが、仮設住宅からの本当に一日も早い転居の支援ですよね。これが一番大事なことだと思っております。やっぱりここでは死にたくないですとか、いろんな悲鳴が聞こえてきましたので、本当に早く仮設住宅の方たちを一日も早く転居の支援をしていきたい。これが私も一番の課題だと思ってます。市のまあ、その中でもですね、いろんな方々の中にいらっしゃるわけですね。市の宅地造成を待っていらっしゃる方ですとか、あるいはもう公営住宅にね、すぐ入りたいですとか、それから民間の賃貸住宅、少々高くてもね、便利がいい民間住宅に入りたいですとかね、
そういういろんな方々がいらっしゃるのでね、そういうようなあのいろいろなさまざまなご希望にもできるだけ沿うような、そんなようなあの支援策もより柔軟な対応が求められているのではないかと私は感じています。いずれにせよ本当にあの仮設住宅はあくまで仮設ですから、一日でも早い転居が望ましいと考えています。27年度までの造成完了とかいうことも絶対一日も遅れることなく、逆にやっぱり前倒しでできるように県ですとか国ですとか支援も積極的に仰いでいて断行すべきことだと私も考えております。それからあの被災者の生活支援の方もあの考えていかないと、先ほど、ね、あの手持ち金は10万円を切っているというお話も聞きましたけれども、あの本当にあのどんどん皆さんの経済状況もあの悪くなっていらっしゃるというのも私も聞いておりますし、まあ、あの例えばね3月で打ち切りになってしまった医療費自己負担減免ですね、これなんかやっぱり仮設住宅なんかに住んでいらっしゃる方々にはまだ必要な支援だと考えますので、まあ、県ですとか国ですとかにもう一度強く支援を仰いでいたいと私は思っております。それから長引く仮設住宅で本当にあの心身が疲労されておりまして、皆さん本当にちょっと辛い思いされているようですので、やっぱり健康のね状態の悪化がに配慮してもっと医療機関ですとか福祉協議会関連 NPO などと連携して健康維持とかメンタルケアの継続的支援を強化したいと考えております。そんなところです。はい、ありがとうございます。はい、それでは第1回目のですね補足説明を2分間以内でですねお話しいただきたいというふうに思います。それでは藤田様からお願いします。